約マイナス3、リバースマイナス3、中期中の約マイナス3、約マイナス3は、ヤコブレフ設計局が開発し、国土防空軍などで運用された、戦闘機。約マイナス1の主翼を小型化し、空力的洗練や軽量化を行った抵抗度用の、戦闘機。もともと約マイナス3という名称は、1941年に開発されていた、 I-26 の火力強化型である I-30 に使われていたが、こちらは採用されることはなく開発中止となっている。アントーノフ設計局の創始者であるオレーク、コンスタンチノビチ・アントーノフによって、1943年から約 -1 の改良計画が開始された。この新しい機体は約 -1M と命名され、主に軽量化と、 空力洗練に焦点を当てた回収が施された。主翼はそれまでより小型のものが採用され、胴体下部にある主冷却機や機種下部にあった活油冷却機の位置の変更も行われた。各部装備の軽量化や燃料搭載量を減らしたこともあり、試験では高い性能を発揮した。約マイナス 1M は量産されることが決定し、 開発中止により使用されていなかった約マイナス3の名称を再利用し正式に採用された。量産化に際し VK105PF から VK105PF2 への換装が行われており、これにより性能はさらに向上した。約マイナス3は低高度での上昇や加速に優れ、また操縦も容易なことから、新米パイロットでも扱える優秀な機体であった。 実戦においては最も優れたソ連戦闘機とも言われたほどの働きを残した。生産はロシアとウクライナで行われた。初期生産モデルの武装は 12.7mm、UBS 機銃1丁と 20mm 主爆、機関砲1門であった。1944年8月からは火力強化として UBS 機銃が1丁増設された。後に、 武装の乾燥や大口径機関砲の搭載による火力強化が行われた機体がいくつか試作されたが正式採用に至ったものは少ない。戦後の生産型では新型の 20mm 機関砲である B-20 が搭載されている。これはそれまでの主爆 20mm 機関砲と同性能でありながらはるかに軽量であった。これにより戦後型では機種に 多連装とすることが可能となり、大きな火力増強となった。防弾装備としては、後方パイロット後部に6 4ト、mm、ルの防弾ガラス9ト、mm、ル後半で作られた座席を備えており、翼内の燃料タンクは内装式の積層ゴムにより自動防浪タンクとなっていた。風防正面には防弾ガラスを備えていなかったが、その代わりに良好な視界が得られていた。 この頃には無線機は多くの機体に搭載されるようになっていたが、初期生産ロットでは送信機を備えた機体は2機に1機程度だった。これは後に改善されている。約 3M 約 3M 約マイナス3。ありがとうございます。